どうも、オナです。私はですね、今、東京新宿駅に来ております。ということでですね、後ろちょっと見ていただければ分かると思うんですけど、久々にやってまいりました、バスタ新宿ですね。はい、ということでですね、私、大阪に帰るんですけど、今回ちょっと高速バス、夜行バスを使ってですね、東京から大阪まで移動しようかなというふうに思っております。コロナになってから交通、ね、関係のものはですね、まあ、どこも厳しいというので、まあ、飛行機もまあそういったところで、まあね、どういった感染対策をしているかとかですね、レビューしてますけれども、まあ、この、ね、夜行バスとか、まあ、バス業界とかね、どんな感じなのか、まあ、バスタ新宿、かなりね、今日金曜日なんですよ、はい、なんでね、コロナ前であれば、もうめちゃめちゃ混んでるバスタ新宿だったんですけどね、今、どんな感じになってるかとか、あとはまあこうバスがどんな感染症対策をしているかとか、そういったところを、ね、レビューできればいいなというふうに思っております。ということで、もうですね、22時30分でございまして、バスがですね、今回ウィラーバスを使って、行くんですけれども、11時5分出発になりますので、早速なんですけれども、ターミナルの方に行きたいと思います。バスタ新宿向かってですけど、やっぱでも人少ないような気がというか誰もいないっていう、どうでしょうかね。まだちょっとここだけでは分かんないですけど、この時間帯はたくさんのバスが本来は出てるはずですから、ね、どうでしょうかね。はい、ということでこういうふうにマスク着用というふうになってますね、はい、というのが入ってきましたけれども、そうだな、いや全くいないってことはないですけれども、まあまあでも前回はこう座れないぐらいもうね、地べてに座ってる人がたくさんね、いましたけれども、さすがに座ろうと思えば座れる席ありますね、うん、今時刻表を見てますけど、私が乗るやつはウィラー W165 っていうやつでございます。3列のね、結構1万2000円ちょっとした、はい、リボーンというやつです、はい、ちょっとこれ初めての楽しみです。それで他のやつを見てますけれども、あでも満席、新潟行きは満席とかあったりしますけれども、まあでもネット販売をしているものが多くてちょっと分かんないものが多いですね。まあこう見ても分かる通り、やっぱりバスは確実減ってますね、特に長距離となると、まあね、8時間とか、まあそのね、密閉のところで、ね、運行するわけですからね、やっぱり乗るのに抵抗ある人っていうのはかなり多そう、飛行機より多いかもしれないですね、うん、でもバスもやっぱりこうね、換気モードとかあるらしくて、今回ウィラーがそこら辺しっかりね、説明してたんで、そう換気モードでもう5分に1回こう飛行機みたいに綺麗な空気に変わります、それで運行してますとかね。それでまあ今回3列で、そう4列よりは大丈夫かなっていうようなことで、ちょっと今ね、やっぱりまあそういった時はとりあえずはまあ大手安心かなっていうふうなことをちょっといろいろ考えて選択したんですけど、多分4列シート選んでたら普通に、人が 横に来るっていうこともありえると思います。その2列1つで販売してるとかそういったことはやってないです、まあ、多分それやると採算取れないと思うんでね、ただこうウィラーもそうでしたけども、桜観光とかね、結構大手はこう2席を販売してるとか、なんかそんなプランもありましたね、横に人が来ないように。ただ値段はほぼ倍でした、はい、どうしても心配な人はそういったバスを選ぶのもいいかもしれないです。あんまりないですけど、はい、あちら名古屋駅、今名古屋に出発すると真夜中に着くんじゃないかな、明日2時とかに着くとなんじゃないですか。どうやらあれっぽいですね、今回のバスは。さすがいい場所に泊まりますね、1万、まあ、新幹線も変わらないぐらいの値段ですから、女性の方が運転されています。ということをやってまいりました。10分前に来ましたね。じゃ早速なんで今日私も乗りましょう。165便の方どうぞ。結構新しそうなバスですね。ピアノバスでございます。はい、大丈夫です、ありがとうございます。この席6列目 B ですね。はい、
私みたいに太い人だと結構無理やりいかないとみたいな、それ以外座れば安心です。こういう2列1列の、まあ、3列席となってます。もうなんか、はい、まあ、これがウィラーのフラッグシップモデルです。一番古いにしてる最高級のやつです。お休みのところ失礼いたします。バスタ新宿よりご乗車のお客様お待たせいたしました。こんばんは。本日もウィラエクスプレスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。このバスは W-165便、京都駅ホテルセントノーム京都前経由、ウィラバスターミナル大阪梅田駅でございます。新型コロナウイルス感染拡大防止の願いがいくつかございます。飛沫感染防止のためにマスクは着用したままのご乗車でお願いいたします。お休み中大変息苦しいかとは思いますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。休憩地にてバスにお戻りの際は入り口付近にアルコール消毒液をご用意しておりますので、手指の消毒にご協力お願いいたします。到着地にて降車される際にはゴミを車内に置いておかないようお願いいたします。途中休憩箇所にて押していただくか、降車時に乗務員がバスの外で回収しておりますので、車内にゴミを置いてお降りになりませんようご協力をお願いいたします。感染拡大防止にご協力お願いいたします。マスクはしないといけないみたいですね。というか、それでも寝るときもマスクしてくださいねというアナウンスもありましたね。あんまり私もマスクして寝るっていうと経験はないですけど、乾燥も、ね、せずに過ごせるんで、そういった意味では、まあ、いいかもしれないですね。まあ、今日はちょっとそれで寝ようかと思います。はい、でも本当に座り心地というか寝心地はめっちゃいいですね。うん、今まで結構高級バスに乗ってきましたけど、一番なんか、いいような気がします。もともと2列あったみたいなんですけど、まあ、それをまあちょっと3列にしたと、まあ、採算が合わなかったんでしょうかね。あとはブランケットの配布はないです。これ気をつけた方がいいですね。やっぱり飛行機と同じですね。なのでもし寒いとかそういったの気にされる方は持参した方がいいですね。結構それは辛いかもしれないです。半袖とかで今日移動してたら寒いと思います。私も今日これ寒くて東京でユニクロでセーターですから、はい。ということで、じゃあこれを買います。コンセントはここにあります。当バスは5分ほどで換気できる空調システムを使用させておりますので、どうぞご安心してご乗車ください。外気導入しておりますためエアコンの効きが悪くなる恐れがあります。ご不便おかけいたしますが、ご理解ご了承お願いいたします。5分に1回ね、空気入れ替わるってアナウンスもありましたね。でも満席に横も人いらっしゃいますし、超有名な、よくテレビに出てくるところですね。パーキングエリアもこんな風にあれですね、仕切りができてますね。こんなん買っちゃった。ガリポテアンチョビ、神奈川県のやつ。ここも食べる時間もないんですけど、ちょっとだけいただきましょう。
こんな感じなんです。ジャガポックルみたいに。うん。アイソペアの感触がロングポテトに入ってます。箱に入ってます。それのアンチョブバージョン、美味しいよ。普通に200円。ラーメン屋とかちょっとやってる感じ。では、もう本当に戻ります。はい。まもなくウィラーバスターミナル大阪梅田に到着いたします。お出回り品、落とし物、お忘れ物等がございませんよう十分にお気をつけください。本日トランクルームにお荷物をお預けのお客様もお取り間違い、お忘れなどございませんよう十分にお気をつけください。はい、ということで大阪に着きました。こんな感じでめちゃ快適だったよ。本当に自分で忘れ物ない。はい、忘れました。 AirPods もある。よし、おめでとうございます。ありがとうございます。ということでスカイビューですね。今回はウィラーバスなんですね。リボン、まあ、1万3000円ぐらいするやつで、まあ、新幹線が同じ値段ぐらいですかね、行ったと思いますけれども、はい、やってきましたけども、いや快適でしたね。やっぱそれだけあって、うん、もうね、あのアナウンスが間もなくしたら大阪梅田に到着ですと言ってから、僕また寝て夢見てましたからそれ一番最後にあの、ね、降りてはい、あのそれぐらい寝心地が良かったです。もっとね、あの寝たかったです、まあ、ということで、まあね、ちょっと家帰ってまた引き続き家で寝ようかなって日には思いますけども、うん、まあ、それでまあこうね、やっぱりこうコロナということもありますけれども、まあ、ああいった座席もありますので、まあ、本当にね、でも車内はちょっと寒くて多分換気してるからかなっていうふうなことだと思いますね。やっぱアナウンス待って5分に1回ぐらいで空気変わりますというふうに言ってたんで、なのでまあブランケットとかもね、ちょっと今配られてない状態なんで、あのぜひともまあ乗られる方はですね、服は厚着であのね乗り込んだ方がいいとは思います。それでまあね、ウィラーバスに関してはですね、まあ、あの大手のバス会社になりますので、まあね、多分どこよりもそういった感染症対策はしているのかなというふうにはね思ったりもしますけれども、まあ、ちょっと他の、ね、バス会社はちょっと分かんないんですけれども、まあ、ぜひともね、あのこれからバスに乗られる方のですね、参考になればなというふうに思ってたりもいたします。はい、ということでですね、まあ、こんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。それでは。